感だけは強かったんですよ。で、鼻っ柱強くて、負けん気は強いんですけど、すぐ泣くんです。だから涙腺だけなんか緩いみたいで、今でもなんか本当になんか喧嘩とか人にこれだけは譲れないとかいうことがあると、もう真剣にもう喋るんですけど、関係なくなんか涙が出てきちゃうんですよ。興奮してかなんだかしないけど、でこれは別に泣いてるわけじゃないんだけど気にしないでみたいなこんなんなって言いながらなんかでも泣いちゃうみたいな、涙腺は関係ないところに出てきちゃうんですけど、どうしても会いたくて眠れない夜は繰り返しあの歌を歌ってみよう。昔はね、アナウンサーになりたかったんだって。あのちっちゃい頃、まあ小学校の高学年ですけど、なんか文集に書いてあった、アナウンサーになりたい。人生は歌が一番っていうか、歌をまずやる人としてまっとうに生きようと思うんですけど、決心したんです、この間。それがずっとリピートしてる。私ね、死ぬ時ね、笑い死にっていうのがいいなって思ってるんですよ。もう歯おかしい、歯で死んじゃうみたいなやつ。それか、ライブ行って、まあ、帰ってきて、ああ面白かったコテっていうのか、どっちかがいいなと思うんですけど、無理でしょうかね。